ヘルミーネ・オーローテはドイツの画家。ニーダーザクセン州のバルスローで、ウォルスロードの革製品製造業者の家に生まれた。若い頃から画家になる希望を持っていて、教育も受けていたが、1881年に父親が死んだ後、伊勢穂に住む姉のもとに送られ、家事を学んだ。後に、ハノーファーで看護を学びながら、絵の訓練を続けた。教師からは、 本格的に学ぶために、ミュンヘンの学校で学ぶことを勧められるが、家族の希望で、ゲッティンゲンの教授の家庭教師として働いた。1892年になって、ミュンヘン芸術家協会の女性美術学校で学ぶことに決め、1896年まで女性風景画家のティナブラウラに学んだ。ミュンヘンでは定期的に展覧会に出展した。ミュンヘンの展覧会で、 風景画家のフリッツ・オーバーベックの作品を見て彼に学ぶために友人と芸術家が集まったドイツの街、ボルプスベーデに移った。1896年10月にオーバーベックと婚約し、翌年結婚した。1904年に結核と診断され絵を描くのが困難になると夫は横たわって描ける特別なイーゼルを用意し、1905年に 彼女の療養のために海辺に近いブレーメンのフェーゲザックに移った。病状が悪化し、スイスのダボスのサナトリウムで1808年から1809年の間治療し退院した直後に夫は心臓病で39歳で没した。夫の没後は絵はあまり描かなくなり、夫の作品の保全などに専念した。 第一次世界大戦とその後のインフレーションによって家族の部屋を貸して生活しなければならなかった。後に生活のために差し絵も描いた。1937年に自動車事故が元で没した。ありがとうございます。